みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回の動画はミラボレアスに超強力な効果を持っているスリンガー滅竜弾の説明になります。滅竜弾はキル付け等で落とし、初期段階では5個まで落とします。そして効果はたった2発でひるみです。これは固定モーションである必殺技を除く全てのモーションに対しひるみを発生させることができます。注意したいのは、現在の映像のように滅竜弾の連発使用です。ひるみは2発で発生しますが、そのひるみ中には蓄積が行われません。そのため連続で使用してしまうと、ひるみ中に2発分余計に投げてしまい、かなり損します。現在の映像のように滅竜弾を使用する場合には、ひるみが回復してから投げるのがおすすめです。この方法は常に2発というわけではない点にも注意が必要です。こちらの動画をご覧ください。ひるみ中以外に使用しているのに4発目でひるみが発生しています。それでは少し長いですが、スリンガーの数に注目しながら動画の最初からご覧ください。このように謎の段数が存在します。詳細は不明ですが、ハメ等の対策のために特殊な現象値やクールタイムのようなものが存在するかもしれません。それでも十分に強力な効果なので、ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。